皆さんこんにちは、マーティーです。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございましたかな。今年もドローン撮影や、ものづくりにフォーカスした Vlog、あとは趣味でハマっている、登山の動画などをアップしていこうと思いますので、ぜひ今年もマーティーチャンネルよろしくお願いします。今回なんですが、新年ということで毎年やっている、ルーティーンというか、私群馬県の在住なんですけど、群馬県特に高崎市といったら有名なもの、皆さんご存知でしょうか。群馬県高崎市が全国の生産の8割を占めている高崎だるまです。1年の願いを込めて、向かって右目ですね、向かって右目に願い事を、願いを込めながら片目を入れます。で、今年このだるまさん1年経ったので、1年の感謝の気持ちとか、あとは振り返りですねをして、もう片方のだるまに目を入れて、今回は、少林山だるま寺の方に持っていこうと思います。今年もね、だるまを注文したので、そちらのだるまを取りに行って、目を入れるところまで、今回の動画でやっていこうと思います。では早速ちょっとね、昨年のだるまに、目を入れていきたいと思います。これでだるまさんに目が入ったので、後日だるまを持っていこうと思います。少林山だるま寺までだるまを出しに行きます。ちょっと今日は風花が舞ってますね。販売機がだるま、さすが高崎です。前回の登山動作から続いて、最近長い階段ネタがめっちゃ多い気がします。階段を登って上がっていくとですね、上に本堂があります。無事にだるまさんを奉納しました。これからですね、だるまさんを新しく作ってもらったので受け取って帰りたいと思います。今井だるま店納屋さんに注文した新しいだるまを受け取りに来ました。販売モードになってます。いつもとレイアウトになってます。確かに棚がこっちに行ってる。あとちょっとこのだるまも動画で紹介しようと思います。これいいですね、これね、これ、これちょっといいなと思って、俺も、はい、これ
じゃあもしお客さんだったらこれ買うなっていうぐらい、ね、この色はいいですよ、白金ね、ちょっとこうインテリアに合わせて合う感じにしたいなと思って、はい、ちょっとじゃあ早速家に行って目を入れましょう。はい、だるまがパッケージに入っているので開封していこうと思います。よいしょ。中にデザイナーズだるまの説明書が入ってますね。見えますか、こんな感じ、白地にゴールドの、だるまにしてみました。部屋のインテリアに合うように今回お願いしてみました。うわ、すごい、裏の字もゴールドになってる。本当はこのね、裏の字も黒なんですけど、また今年1年の思いを込めながら、これね、向かって右目ですね、こちらの目に、目を入れていこうと思います。さんに願いを込めて目が入りました。これで今年も1年よろしくお願いします。ということで今回の Vlog は、だるまさんを特集してみました。新年ということで挨拶も兼ねて、こんな感じで今回の Vlog は終わりにしたいと思います。皆さん、今年もよろしくお願いします。バイバーイ。